めいちゃん、何が来たんこれ。何が来たん。ちびちゃん。何買うん。うん。何のお魚買うの。わかんない。わかんない。どっちがいい、淡水魚と海水魚。どっちがいい。うん。どっちでもいい。来た、尾形さん来た。バレーボールの人は。めっちゃ尾形家。バレーしてないんですけど、ね。え、バレーしてない。してないですね。釣りの達人。よいしょ、うん、あれしたね、釣りばっか、釣りばっかか、釣りばっかやな釣りばっか、うん、今日釣ったんすか。今日は、いやそれ味見して、あ、ええよ食べる。今日はノーフィッシュ、まあ、素晴らしいワンキャッチ。キャッチはもう一匹もらった。あと当たったんですか。うん、すごいっすね。ポッパーで2つ5分で5アタックの2ヒットやって、足元まで一気に巻き上げてきて、2匹ともあのリングが伸びて、70ポンドのリング伸びて、プロとの差でほら無理食って寄せたから。みんなどう？嬉しい、嬉しすぎる。そうね、嬉しすぎた。うん？何入れる？わかんない。わかんない。何水槽？海水、淡水？淡水がいいよ、最初。みんな、淡水がいい。どっちがいいの？どっち？どっち？どっちにしようか。考え中。嬉しすぎた。お、大丈夫そう。ガラスが落ちたら大変なことになるな。な、会社は何やったっけ。アクアスです。あ、アクアス、アクアス、はい、アクアスで仕事内容が水槽の設置管理ですね。水槽の設置と管理はい、どんな水槽でございます。どんな水槽、魚何でもいける。何でもできます。家を、あの水族館にもできる。できます。できる。管理させて。一番高い魚はアロアナかな、今は、ね、70万とか。1匹70万。高いやつとか。安いのは安いですけど。あの、清流、ベニオ金流とか。あ、そうです、そうです。ああ知っとゆめちゃん、ベニオ金流。化石じゃないじゃん。一番安い魚は金魚かな。金魚。餌金。餌金、あ、餌金、いくら。餌金5円かな。5円。5円、1匹1匹5円、3円。でこの水槽も5円。これちゃうっすね。あ、違う。これはだいぶだいぶいく。普通に買った。おお、よかったね、みちゃん。タダでくれるって。タダじゃない。タダじゃないよ。な、一応ほなそこで頼んだら水槽の設置と、はい、あと管理とできる。みちゃん全部してくれるって。全部する。な、赤目入れて言うたら。入れます。あ、入れれる。ライギョも。ライギョも。あ、オッケー。ちょっとあれできるみたいな。ブリはブリ。ブリはちょっと厳しいかな。なんで？なんで？行けますけど、ペーターはあの水槽よりプールですね。あ、プールがいい。プールだったら行けますね。ゆめちゃんが釣ったブリやったらこれに？これに？入らんないみたいな。入らんない。斜めにしてない、入らんない。クーラーボックスみたいな、ね。あ、クーラーボックスみたいな。入らんことはないけど泳げね。ちっちゃいブリやったらいけるんちゃう？めっちゃちっちゃい。うん、これでホース。オッケー。ただ延長コードがあって、一応つけてみましょう。うん。水入れてもあれか。水だけ入れてもらって。うん。動いた。うん、刺される。もう一回刺してみてもらって。いける。届く。あ、届いたんや。こんなことした。水入れたら静かになる。あ、本当。じゃあ水入れる？どうする？一回入れてみる？ちょっとね、ちょっと待って。一回見ちゃう。一回スタート。うん。え、海水魚もいける？いけます。淡水魚。